疲れたよね。日本の医療体制、うん、これだってちょっとね、自由診療の必要性を少し、うん、言ってもらいましたけど、ちょっと深くね、もうちょっと話してもらおうかなと思って。何聞きたい？まずね、もう一度ね、自由診療の意味というのを復習したいんですよ、うん、まず、うん、やっぱり保険使った方が安つくんじゃないかなと、うん、それ安い安いね、うん、でもそれではちょっとそういう一般的な話ですよね。一般的というか今まではそれで良かったと思う、うん、俺も今までは、うん、だって今あなた、そうか、自分、でも社会保険料、払ってるでしょ、こ、まあまあ、あなたうまいことちょろ払ってますよ、普通に。むちゃくちゃ高いでしょ。むちゃ高い。ああ、現実問題ね。サラリーマン、うん、まあ、うちのスタッフでも、例えば、まあまあまあ、これ、扶養家族とか家族構成とかいろいろあるけども、うん、所得税。うん、今住民税、市民税ね、いわゆる市民税も、市民税っていうか、あと町民税、ないんで村民税っていうか、はいはい、場所によっては住民税、ね、いわゆる住民税ですわ、はい、所得税、これ住民税も給料天引きやからな、今。そうそうそう、でしょ、はい、事業所は、はい、徴収して俺払いに行ってるからね、はいはいはい、所得税、住民税で、社会保険料で厚生年金、うん、まあ雇用保険とか話入れてるわ、うん、この4つで3割ぐらい持っていかれてる感覚あるわ。違う、そうそう、30万言ったらまあ調整あるけど、うん、まあ、年金社会保険高いわね。あ、だから額面月給30万だったら22万ぐらい出とるとか23万とか、まあそうやろね、4、5万ぐらい、2万5千そうやね、3万4万引かれるわね。でこれね、これ日本人やから我慢してると思うわ、俺ももう事業主として払ってるけど、こう暴動を切るで、しまいに普通やったら若者、うん、とか現役世代、医療現場見たら、うん、もうええ加減にせえよような無駄遣いよこれ、うん、でこれまあ昔ね、その当時昔のツケが回ってきてるっちゃそうなんやけど、やっぱりこれも限界よ、もう、うん、こんなんもうむちゃくちゃですわ、まずそこを根本、うん、高すぎる。で現役世代って保険料、厚生年金は別な、もうこれ将来のあれとして今に使われてるの別の省や、もう社会保険料なんて払ってるけど、保険所とか病院なんか行けへんや、現役世代ってみんな健康で行く暇ないわねそうやろ、うん、そうやろ、行く暇ない。でももしものために保険所持ってるっていうのが、うん、この20年前までまだそうやったわ、うん、俺もう今はな、もう変わらなあかんと思う、これもう民間の保険に、そっちの方が安く作って、で、うん、民間の会社やったらもっと合理的にする、例えば病気してないよねと、この人で保険料下げますよと、車の事故と一緒よ、うん、ね、保険使えば上げると、うん、これ合理的なシステムなんよ、うん、絶対に、うん、違います、みんな一緒やからね。医療の話やったけど、うん、なんか突然その国民みんな保険の話に、うん、なってしまってるけど、そうでしょ、うん、でしょ、基本的に保険料が高い、俺ね、例えばじゃあ富裕層はね、たくさんサラリー稼いでる人、サラリーマンで収入高い人はたくさん保険料払ってるわけですよ、そうでしょ、うん、で所得の低い人、うん、低いんですよ、保険料も当然低い、うん、でもこれが一緒っていうのは、俺これもおかしいと思うね、普段見てるとめっちゃ怒る人は怒ると思うよ、うん、弱者をどうやねんみたいな話になんねんけど、じゃなしに点数制にしろと、うん、例えば払った分を0一個取ってでも点数制にすると、例えば1000円払ったら100ポイントつけますよと、うん、ね、でポイントで病気しなくて医療受けへんかったらたまっていきますよと、で使ったら減りますよと、テレホンカードみたいな昔の、はい、なんでこんな仕組みにせへんのかなと思うな、車の保険やね、東京つけて、おこれ民間とかそういうふうにするわ、ほんでみんな病院行けへんようにすんねんから、何でも行ったらね、うん、ちょっと時間あるから言うて病院でも行こうかなとだからその平等とか、うん、その辺の価値とか平等っていう、みんなが平等のそこがおかしいような思わん？思いますね。おそんなん日本が出ていくよ、一生懸命稼いでる人はしまいに青らしいになってきて、青かと。
だからもう30年間停滞してるとかそういうのあるかもから。足引っ張ってるよ、むちゃくちゃ足引っ張ってる、うん、そんなおかしな話やもん、うん、でさっきのじゃあ受信料に関してのうんぬんかんぬんの話は何聞きたかったっけ、深く聞くって何を聞きたかった、自由診療にまあ今後なっていくだろうという話をされてましたけども、うんうん、まあ その辺ですわ、あまあまあじゃあ一番分かりやすくね、これ時間がね、あの限られた時間の中で話するんで、うん、例えば一番分かりやすい例で言うと、はい、がんね、うん、がん治療よ、うん、で、まあ、うちの母親の白血病で、うん、訳の分からん白血病で数値だけ見せられて、うん、ね、島根医大はっきり言うわ、うん、あいきなり俺数値だけ見せられて、あと3ヶ月で死にますよと、うん、ですぐ抗がん剤入れましょうと、うん、で俺もまた30手前やったんでね、いやこれお医者さん言うんやったら早くせなあかんわと、うん、よう考えたら治験やんか、実験やろという、うん、後から考えたらね、うん、そんなもんだからやっぱりね、何の話やこた、要は選択肢がないわけですよ今までは、うん、もう今選択肢が出てるんだけど世の中には知らん、情報がないから知らん、うん、でじゃあどういうことかというと、がんなりました、うん、やることって言ったら切除ね、例えば、胃がんとか腸がんとか、そのがんの細胞を切除、これまず一つ目、はい、で次が放射線療法ね、はいはい、これ分かりますね、はい、散らすという作業ですよね、で抗がん剤治療、これ化学療法ですわ、分かります、はいはい、この3つしか選択肢がないんですよ、俺も専門医者にその時自由診療ないんかと、私らそんな死にませんわみたいなレベルよ、そこら辺の医者なんて、そこら辺の医者って市民病院とか大学病院の先生なんて、ね、今は現実問題、要はまだ日本では厚生労働省ってフェーズ2、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3って要は安全性を確認して有効性を確認して1層、2層、3層って治験やるわけですよ、でも長いのよ、ああその認可されるまで、がんなんてほとんど認可されへんから、これの力の問題だけやから、やっぱアメリカってスピードあるんでね、ガン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 薬出てくるけど、そうでしょ、で例えば今やったら自由診療でがん一つあげたらカクテルワクチンとかね、いわゆるワクチンですわ、もう要は副作用のないもの、でも有効性がわからないけどもありますよと、だから要はもう切除不能がんとかね、これも医者から言っても難しいと、でまあある程度年齢がいってると体力がないんで放射線治療できない人とかもいるわけよ、もうわかるでしょ言ってる、こういう人たちには有効な手だってはあるんですよ、ただこういうのはもう自由診療でお金をそれなりに払わないとできないものっていうふうなと、ね、でもだもうそうなっていく、でもそこが今だからがん保険なんても出てるんじゃないですか、この何年か前、でもだいぶ古いでしょ、うん、でもがん保険の中でも特約が今あるでしょ、うん、先端医療とか制度あるよ、今2000万も出てであるでしょ、あるあるある、っていうことは保険会社の方が読みが当たってるわけですよ、分かりやすいな、もうそういうのね、民間やからね、うん、それ自由にでしょ、研究とかそういうのはね、そうでしょ、医療機関の方がまだ進んでない、その辺はね、限られた先生だけで、患者さんからしてもその辺を知らない、情報不足の人が多すぎるってことなんですよ、で誰でもやっぱりこの高齢化社会になっていくと最終的にはがんってやっぱりなりやすくなるんですよ、人間って寿命が50年とか50歳60歳やったもんが無理やり長く生きてるわけやから、今どうしてもがんにかかりますわね、それはもう体が駆逐していくんやからでしょ、やっぱ細胞が変異してがんになっていくわけですよ、うん、古いんやから、うん、そうでしょ、うん、でそれが代謝を起こさないから、うん、だからがんにはなるんですよ、うん、でもそれをやっぱ考えとく、うん、なった時にどうしましょうと、うん、やっぱりその辺は知恵、お金もそうだけど、お金経済的なもんだけじゃなしに、その 知識を持っておきましょうと、うん、医者の言うと言いなりになるなと、うんうん、選択肢ね、大体ボンクラばっかりなんで医者なんて、うん、うん、そんな勉強してるしね、うん、まあ勉強はして医者の免許は取ったと思うんやけども、うん、そもそもが今目の前にある認められたものしか知らない、うん、というかそれしか認めようとしない医者が多いんですよ、うん、まずこれ1点目ね、うん、それと病気に、じゃあそれ1回がんになりましたと、うん、じゃあ再発しないようにもっとこれ体をがんが消えていくようにするような体にするためには何をしないといけないかを分かってても一生懸命やってくれる医者っていない、金にならないからこれは、うん、でしょ、うん、でもそういうだからまあまあ医療に関してもでどういうことかというと、医療に関しても経済的な格差はついてくると思うわ、うん、やっぱり、うん、やっぱりな、うん
もうそれももう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 自由診療でやれっていうような感じ。だから国は混合診療は解禁ほんまはしたいと思うね。うん、本当はだからいろいろ選択肢がたくさんあるということですか。そりゃそうよ。うん、そりゃ混合診療解禁したいよ。保険減るもんその分。要は重競争になるわけですから。じゃあ誰が反対すんねんって言ったら医師会とか、それ護送船団に乗ってる連中ですわ。うん、国の方はそうじゃない。国はやり、ここはもう自由診療大関係よ。ですよね。お国、あなたが国の財務省からしても厚生労働省からしても、それはもう絶対混合診療解禁が、それはもう官僚は。ただ護送船団に乗ってる医師会とか、あとは末端の票を入れる人よ、おじいちゃんおばあちゃんたちよ。反対だ。医師会か。命に差を、差別、差をつける、金に差をつけるなって一生懸命言ってるわけよ。あんな、まあでもまあ無理やりにでも混合診療って、まあ、あの実際問題ね、あの我々現場におって、その要はあのその役人ね、行政担当者ともやっぱり実際やり合うわけですよ。やり合うっていうかね、そういうあの掛け合うことがあるわけよ。ただある意味黙認に近い、グレーゾーンで置いときましょうみたいな。言わないよ口では、口では言わない。意味分かれるテレビ、混合診療建前上ではダメなんだ、ただお前も言わないんやったら俺も言わないっていうグレーにしておきたい。行政ってグレーの今ね、ものすごく勉強しないといけないわけよ。それなるほどなるほど。じゃあこれぐらいかな。そうやね、はい、もっと知りたいことあった。いやまた OK ですよ。はい、重要診療、次の機会にまた話します。はい、ありがとうございます。はい。